艦上の戦闘指揮所のモックアップによる NTDS の訓練風景。海軍戦術情報システムはアメリカ海軍の C4I システムの一つ。戦術情報処理装置及びそのデータリンクネットワークによって構成される情報システムである。太平洋戦争の末期において日本軍が実施した特別攻撃によりアメリカ海軍は重大な試練に直面することになった。 この時、アメリカ艦隊の防空システムは、おおむね良好に働いたとはいえ、その対処能力は、飽和寸前であり、より高速の機体が同様の攻撃をかけてきた場合、システムの破綻は、不可避と考えられた。しかもジェット機の登場により、航空機の速度は、戦後5年で倍増し、なお急速に増加し続けていた。これに対処するため、アメリカ海軍は、 対空砲の性能向上を図るとともに、より長射程の対空攻撃手段として、艦対空ミサイルの開発に着手し、その成果は、いわゆるターター、テリア、タロスのサンティーファミリーとして結実した。その一方、攻撃手段に対して、指令を与える等の情報処理能力の向上も求められていた。特攻機の迎撃にあたって、最も限界に近づいていたのは、 攻撃能力というより、むしろ情報処理能力だったため、これは極めて重大な問題だった。アメリカ軍は太平洋戦争中、情報を統合処理する戦闘情報センターという画期的なコンセプトを導入していた。しかし、1948年に行われたイギリス海軍のシミュレーションで、これをもってしても、 多数の軽空脅威との交戦にはなお不足であることが明らかになった。この時には熟練のオペレーターを排したにもかかわらず、同時に処理できる目標はせいぜい12機程度が限界で20機の目標に対しては完全に破綻してしまったのである。神と人と声に頼っている限り、これ以上の対応速度の向上は困難であり、情報の処理に自動化を導入する。 必要性は明らかであった。まず、サンティーファミリーの艦隊空ミサイルに付随して、その射撃管制を補助する武器管制システムが開発された。これは、目標の情報を記憶、管理し、その射撃を効率化するもので、当時主流だったアナログコンピュータを使用していた。その後、より総合的な情報処理装置の開発が開始され、1951年に、 イギリス海軍が1953年にはアメリカ海軍が実用化に成功した。しかしこの時には未熟ながらもデジタルコンピュータの有用性が明らかになっており、実際アメリカ空軍はデジタルコンピュータを使用した半自動式防空間制組織の開発に成功していた。サージュは真空管を使用しており非常に大掛かりなシステムであったが、 この頃に出現しつつあったトランジスタを使用することによって、これをより小型化し、洋上での運用を実現できる可能性があった。これを受けて、1954年より開始されたのが、ランプライト計画である。この計画では、各艦が同様の情報処理システムを持ち、これらをデータリンクによって連接することで、艦隊全体の防空を統合することが構想された。 開発はアメリカ海軍及びヒューズ社によって行われ、計画は1955年に海軍戦術情報処理システムと解消されて、翌1956年には海軍作戦部長の承認を受けた。1961年より空母、オリスカニー及びミサイル共同駆逐艦、キング、マハンの3隻において評価試験を実施した上で、1963年に、 正式化された。NTDS はコンピュータを本格的に CIC に持ち込むという革新的なものではあったが、探知情報の入力や目標割り当てはマニュアル式で依然として人間の作業量は多かった。期待されたほど自動化は進まなかったために、艦隊での評判は必ずしもはかばかしいものではなかった。しかし、ベトナム戦争における北爆で、 E-2 の空中戦術情報システムと連接された NTDS は攻撃機の完成において、また使用されるソフトウェアの開発も進められ、当初は対空戦に限られていた機能も、後には対戦戦、対水上戦にも対応するように発展した。NTDS のコンセプトは以下の2点である。各艦の中で独立して使用されていた核武器システムを、 コンピュータを中核として接続し、統合する。艦隊の各艦の戦術情報処理装置を戦術データリンクで接続し、共通戦術状況図を生成して、艦隊全体の戦闘を統合する。各艦のレベルでの統合の中核となるのが、コンピュータシステムすなわち、戦術情報処理装置である。ハードウェア、編集詳細は、 アメリカ海軍のコンピュータ正式品を参照サージュで使われたコンピュータシステムでは稼働側とバックアップ側を交互に運用していたが、艦の限られた容積の中で最大限の能力を実現するため、ランプライト計画では24時間の動作が求められることになった。また、様々な大きさや装備を持つ各艦において、それぞれ最適なシステムを提供するため、 全く共通なコンピュータをもとに、そこに組み込むユニットの数によって能力が決定されるというシステムが考案された。このコンピュータシステムとしては、陸上試験時のアン・ユスック -17 を発展させたアン・ユスック -20 が採用された。その中核となるコンピュータは30ビットの CP-642 で、これは、その後 CP-642A。 CP-642B とアップグレードされた。その後、1976年に収益したバージニア級原子力ミサイル巡洋艦より、大型のアン、ク7と小型のアン、ク2 0という組み合わせに換装された。これは、さらにアン、四4 3とアン、四4 4の組み合わせに更新された後、コツ化されるとともに、 性能も向上した、アンク、クマイナス7 0による分散処理方式へ移行しつつある。これらの戦術情報処理装置は当初、単に NTDS、また小型艦向けに簡易化されたシステムも開発され、チャールズ海アダムズ級ミサイル駆逐艦の搭載システムは JPTDS、オリバー・ハザード・ペリー級ミサイルフリーゲートの搭載システムは JTDS と呼ばれている。 ソフトウェア、編集、NTDS では、現在までに6つのモデルのソフトウェアがリリースされている。なお、このソフトウェアのモデルナンバーは、イージシステムや、官邸自衛システムにおいても統一した番号が、付与される。モデル例運用試験時のもので、ハードウェアとしては、ユスック -17 およびユスック -20 に、対応している。対空戦闘にのみ対応した。 限定的な能力を備えている。モデル1から4正式介護のもので、ハードウェアとしては、ユスック -20 およびクマイナス7に対応している。リンク11のデータフォーマットへの対応状況に合わせて、順次に改良されており、現行のモデル4は1970年代、中盤より配備された。モデル4の配備にあたっては、従来のユスック -20 では、 メモリ容量が不足するため、262kW のメモリユニットが増設された。モデルモデータリンク機能を C2P に関する要設計変更したもので、ハードウェアとしては、9-43よび9 7二対応している。リンク11の全面的な改良型であるラモフおよびリンク16の運用に対応したものである。詳細は、 戦術データリンクを参照 NTDS のネットワークにおいて艦隊内での情報共有に用いられるデータリンクとしてはコリンズ社の開発した A リンクが採用された。これは主として各艦の戦術情報を処理装置の間でデータを交換し共通戦術状況図を生成するためのものであり、ネットワークを構成する各艦のうち一隻が通信ネット管制艦となって 他の艦の艦通信を完成するその使用周波数としては、当初は UHF 隊が計画されていたが、核攻撃を考慮した艦隊人形の変化を受けて、水平線越への通信も可能な HF 隊が追加された。高速回線網とされているが、1961年に実用化されたとあって、そのネットワークに参加できる艦も、 通常は20程度、最大でも62である。また、NTDS を搭載していない間にデータを送るためのリンク14も用意された。これは、NTDS 間の戦術情報をラジオテレタイプによって受信させるもので、使用周波数は、HF、UH、UHF、または VHF 帯である。その伝送方式は、HF では、FSK 伝送、UHF では、 トーンキーイング伝送である。先進戦闘式システムは NTDS の CDS の改良、発展型として開発された。その開発は2つのフェーズに従って行われた。ブロック例は NTDS のコンピュータやディスプレイ、そのプログラムを改良するとともに、AN-SLQ-32 電子戦装置と連接したもので暫定的な改良策である。ブロック1は、 より本格的なもので、性能の全般的な向上に加えて、共同抗戦能力と統合戦術情報伝達システムに対応し、アンシックマイナス2 0として正式化された。ブロック1は1996会計年度より配備されたものの、性能面と信頼性に問題があったため、艦隊への全面的な配備は断念された。このことから、揚陸艦向けに開発されていた。 SSDS マーク1を発展させて、アッコズの機能を包括して代替することとなった。これによって開発された SSDS マーク2は、揚陸艦に加えて、航空母艦にも導入された。なお、アッコズ、SSDS では、アン、クマイナス7 0による分散処理方式を導入しているが、イージスシステムにおいてもアン、クマイナス7 0の採用が進んでおり、アッコズ、 SSDS の導入によって、艦隊からは、従来のマイナイ4 3四4 4コンピュータは消滅することになる。NTDS は、その構成要素である、戦術情報処理装置、データリンクのいずれもが、西側陣営において、標準となっており、これに準拠した機種が各国で導入された。日本のックシリーズ、ドイツのサティア、 フランスのセネット、オランダのスイコなどがそれである。また、イギリスのアドスや SSCS といった各種戦術情報処理装置は独自に開発されたものだが、NTDS のデータリンクネットワークに接続することができる。ありがとうございます。